神女は、中国神王朝について書かれた、歴史書。二十四詩の一つ。唐の上岸二十年に、大操の命により、暴言令、リエンジュラによって編参が開始され、上二十二年に完成した。定期十巻、はじめ期三十巻、列伝七十巻、志二十巻によって構成される、紀伝体。原部門の変により兄で皇太子の李建生を排除して、 定位を散脱した、大層、理性民は、暴言令を相関として、未編算の師匠を作ることを命じ、北西書、領書、陳書、随書、修書と、新書が編纂された。大層は代表作である、乱帝書を倍層することを命じるほど、王義師に傾倒しており、新書、王義師伝は自ら執筆している。既存の聖死である、式期、感情、 三国史などはいずれも個人が編纂したものを後に、聖史と定めたものであったが、大操の近定史書として、新書が編纂されて、以降は、史書編纂は国家事業となり、滅亡した王朝の史書を編纂することが、正党王朝としての義務となった。新書成立以前にも、数多くの史家によって、進むの歴史書が作られており、それらのうち代表的な18種類の書物が、18や、 進むしと呼ばれていた。新庄は、十八や進むしのうちの一つである、造坂江戸口の新庄をはじめとした、進むの約数十種類の歴史書や、再広氏の十六国春秋などの五個十六国の歴史について述べられた書物などを参考にして、編纂された。本義に記載されるのは、進むの実質上の始祖である、芝居から、当真最後の協定。 芝特分までであるが、はじめきでは、闘身滅亡の年寄り後に指揮をした赤レンボツボツなども入っている。精神では、武帝、慶帝の時代に、将来の新序編纂にあたって、どの時代から扱うかが議論された。順次へは、芝居が義の実権を握った、生死年間を、王さんは、芝氏が双方を配立した、貨幣年間を指揮にすべきと主張したが、結論は出なかった。 後に、かしが、武帝が皇帝に即位した大樹年間を指揮にするよう主張した。正式を支持する、淳春、淳漢、花根、河平期を支持する純、淳博、日はなおも、自説を主張したが、大恵美子、長華、応援、学校らの支持を得た、かしの主張が通った。聖師、新女は、王朝の事実上の始祖として、本義を立てた、芝居、 しばし、芝明や、竹林の七県など一部例外はあるが、基本的に、精神での方針に従い、武帝の即位以前に死去した人物の伝記は立てていない。すなわち、実質的に、心身として活動した人物であっても、武帝即位以前に死去した人物は、原則律伝されなかった。神女の志の部分は、進むのみならず、五官や三国時代についても記しており、 志を持たない三国史を補う重要な資料となっている。また、進むだけでなく五個十六国の歴史を初めきという形で載せているのも貴重である。一方、信条の正確性については批判的な評価が多い。指通、最先編で竜とモイクは信女が五輪、施設信号、有名録。 送信機といった書物に記載された怪しげな話を採用していることを指摘した。分量さえ多ければいい、資料収集が広ければいいという態度だ。小人は喜ばせられるだろうが、君子の嘲笑うところである。とて厳しく非難している。また、旧、当時の著者、龍は、暴言令伝の標語で、伊蔵栄一著新所ため主、参考書か、人ため小広氏。 刺し感多ぜ文英の詩、交際気病再こと、も、交異文、またところ評論、せりため起念、普及特実、ゆぜはため学者書祖知り、と、筆を極めて酷評している。つまり、信条は、書,書を参考に詳しく書かれている。ところが、編纂に当たった史官は文子、歌読みが多く、デマや語法、くだらないゴシップを喜んで書いているような程度の低い。 電柱で広く異文を集め、ところどころで評論かぶって、微文を書こうとしているが、真実を追求していないので学者はひどく馬鹿にしている、というのである。すなわち、生死であるにもかかわらず、後世からあたかもイエロージャーナリズムのような評価しか受けなかった師書、それが真女であった。この評価は、後世も大ね踏襲されており、新潮の交渉学者である、蝶翼なども、 信女はデマや誤報、くだらないゴシップを信じすぎると低い評価を行っている。また、現代日本において信女の部分日本語訳を行った、オチシゲアキは、信女には多くの誤りがあり、遁行文書に含まれる漢方の新規や施設信語などで構成しなければならない、占い多性、か多性のような重大な歴史学の問題でも、信女には、 誤りがあるので鵜呑みにしてはいけないと批判している。宮川虎雄も大方は逸話や伝承の類で埋められており、枝花事柄を洗い落としていくと、家父や歴人の感触の大まかな推移になってしまうと述べている。既存の詩書と比較すると、それまで個人が執筆、編纂していたものに対して、複数の偏舎が存在することで前後矛盾する内容となっている箇所もあり、 内藤コナンから批判された。例示すれば、リシュゲルデンの中に未百官子と記述されるにもかかわらず、新女の中には百官子が存在しないことなどである。一方で、殺腐、元気の表では、前代の記録を広く交渉し、残存する記録を広く探し、雑草をお借り取るように肝心な部分を抜き出していると、新女の資料収集を高く評価しているが、 そのような好意的評価は非常に少ない。以上、神女は、師匠としての評価は高くはないが、三国史が地理史を書くこともあって、中大以来三国時代に至る地理史の研究家は、神女、地理史を参考にしている。また、三国史には、芝居の伝記がなく、神女には、芝居の伝記、選定記があるので参考にされることも多い。ただし、選定記には、 芝居の首が180度回転したといった事実とは考えられない記述が多く、身長交渉学では論難されている。ありがとうございます。